そして前の打席は凡退、このケースでしています鳥谷。その後27打点のゴメス、30打点のマートン、こう続いていきます。
進化はないですね。出ないですよね。それをそのバッテリーがどう感じるか。そうなんですね。
えてるんだろうね。そうですね。きっちり控えてきました。ナガヤドームに6甲子が引きます。大きな1点ですね。そうですね。思い切り名古屋ドームでやられるようないい仕事が続いています。高吉が小林とマートン2人の外国人選手で疲れちゃったようなね、そういうふうに見えますよね。